山口直友は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、旗本、徳川氏の家臣、天文13年、山口直行の着難として誕生。その後、直行は赤石から独立し、後品の国山口を領して、山口直行と名乗った。山口氏を相続した時期友は、天正13年に家康に仕え、小田原の御法上市に備えるため、 松平清宗の配下として、駿河国広国事情に入る。後方上氏滅亡後、天正19年に、下佐国千葉軍300国を与えられ、その後近所に列し、慶長3年、数作日下順軍230国を加用される。九州、特に、薩摩国の島津市と関連が深く、慶長4年に、日向国省内で起きた。 島津氏とその重心である伊集院氏との騒乱である将来の乱に際して来るべき天下分け目の戦いに備えて島津氏を自分の味方にしておきたいと考えていた家康の使者として両者の朝廷にあたり島津義久、島津忠恒と伊集院忠常を和解させ乱を終結させる慶長5年の関ヶ原の戦いの後戦場を強行突破し 薩摩へ戻り、抵抗の姿勢を示した西軍の島津市と徳川市との戦後交渉を取りまとめる。自家ともが死者になったのは、島津市と親交が深いこの駅の娘を、叔父の赤井直政が、警室に迎えていた縁があるゆえと考えられる。関ヶ原戦後の混乱中に、島津市家臣の押川公金を保護したが、逃走されている。また、弟の直行は、島津市に仕えた。 慶長六年に大和国山部軍三千国を救され、総社番に就任する。さらに、丹波軍大を兼務し、五千国となり、慶長八年には、伏見城番を命ぜられ、慶長九年、鶴が守るに助任される。伏見町奉行を兼務する。慶長十五年、大久保長安の後任として、大和郡山城番となる。大阪の陣に参陣し、 慶長19年には上司として長崎へ赴き、長崎奉行の長谷川藤弘と共にキリスト教会を破壊する。家康没後は低発し、恵ぐみ治むとゴす。ス。現那8年伏見で死去。生まれつき病弱だったため、60歳まで女性を近づけず独身であった。60歳の時に18歳の妻をメトリコを成した。さらに、この妻が創生したため、 74歳にして19歳の妻と再婚した。重帝とも、ありがとうございます。